銀チャンネルのバースプリクイズ。これはどっちでしょう。よし、おっさー、はい、やってきました。クリークです。ちょっとね、朝の時間帯だけちょっとトップオーダーでやっていきたいんで、このね、白柿濁りと、あの濁りとってダブルの濁り入ってるけど、いい釣りができたなということで、ちょっとやっていこうかなと思います。まあ、それでは期待しておいてください。早速やっていきましょうか。一つのね、このトップやる上でちょっとね、やっぱりきついなって思ってる部分が、連日の雨ですね。これによってやっぱ水面付近の水温が多分劇的に下がってると思うんですよ。ただね、生ぬるい風とか生ぬるい暖かい雨とかなんで、そこだけが期待的には、まあそこまで水温下がってなかったっていうのを期待してます。で、この雨の濁り、白柿の濁りが入ると、波動と色、この3つの要素をやっぱり兼ね備えているものが、この白柿のタイミング劇的に強くなるんですよね。その中でこのブルタンクはトップクラスですよね。3つ全てを揃えてる。まあカラーは襟好みですけど、人の。僕は結構ね、まあ自分でもなんですけど、白柿は、まあ、得意っちゃ得意かな。そんなみんながね、もう絶対もう行かない行かない、クリークとかの川なんて、その白柿入ってるから行かないよこの時期はっていう両極端です。全く釣れなくなる人と、それでもちゃんと釣れる人と、何が違うのかっていうと、3インチ台のワームとか食わせ方向に全振りしたようなワームを基本いつも使ってる人ほど、この白柿のタイミング入ったらね、劇的に蝶が落ちる。それっていうのはやっぱり、僕がこのブルタンクっていうルアーを使っている背景から見ても分かる通りですよね。あのね、気づかないんですよ、こんだけ濁っちゃうと。もう3インチのワームなんて、とてもとても、全然白柿入った瞬間ダメっすねっていう人たちよりかは釣れると思う。自分で言うのもなんだけど、毎年でも白柿のタイミングはすげえいい釣りしてる、いい思いをしてる。そのいい釣り、いい思いをしてるルアーたちっていうのは、やっぱこぞって波動強いよ。だから白柿のタイミングって活性悪くなる、視野が効かなくなる、だから八方塞がりっていうね、イメージが強いと思うんですよ。要は活性低くなるから、本来だったら食わせの釣りになるじゃないですか。ところが、その視野が効かないから食わせが通用しない。だからこそ難しいっつ話になるんですけれど、視野が効かないだけど、結構ね、その活性が悪くなってるって一方的に決めつけちゃってる部分が、釣り人が勝手なね、思い込みでそうなってるだけで、実際は活性そこまで落ちてないとかね。やっぱりその背景っていうのはさ、こんだけ濁るとやっぱりバスも生餌すら追えないんです。そもそも本物の餌ですらちゃんと食えないから、そうなるとやっぱ腹すくじゃん。その水質がいい普段の状態と比べて、やっぱ圧倒的に腹すかせてるやつが多いと思う、俺はね。だから腹すかせてるやつが多いってことは、目の前にチャンスが到来すると、食って来ざるを得ないっていうかな。次いつそのチャンスタイムが自分の前に訪れてくるかわからないから、食える時に食っとかないと、そんな四六時中ナイスハンティングができないっつう状況下だと俺は思うんですよね。だからまあ、そのコンディションが悪い魚も釣れる時あるけど、比較的にそのコンディションがいい、悪くないっていう魚が、なんならゴンブトが釣れるみたいなこともあるんですよね。白柿活性が悪かったら餌食わないですからね。近くを通ったらちゃんと食います、じゃないと飢えちゃいますっていう感じだと思うんで、この時期は気づかせることができれば食ってくると俺は逆に思ってます。あとね、この時期はタイトに通さないとダメ。足し算引き算みたいなもんで、本来であればこんな強アピールのルアーっていうのは、ちょっと岸から離して使った方が魚を呼び込んでバイトに持ち込んでいきやすいんですが、ほらでいきやすいんですが、ほらね、ダーブルタンク、こういうこと分かった。
ね普通じゃ諦めるような濁りでもパワーがあるルアーを使うと出るのよ。だからみんなが思ってること白かきって難しくないの。うん、あのね、イージーとは言わない、決してイージーとは言わないけど、そのね、みんなが勘違いしてるだけなんだよ。白かきイコール釣れない、白かきイコール活性が低いみたいな。本当に活性がマジで悪かったらブルタンクにドカーンなんて出ないから。アグレッシブな魚を呼ぶルアーですよね。これは来たね、ブルタンク。なんか廃盤がささやかれてるルアーですけれど、僕はこのルアーがこの白かきのタイミングとか、白かきじゃなくても梅雨を越えた後の激濁のタイミング、大雨とかで濁りましたっていうタイミングでは最も重宝する大好きなルアーです。はい、来たね。太いでしょ普通に。これで白カキで餌が食えてなかったら痩せてるんだよ。餌が食えてるからコンディションがいいわけ。分かってくれたかな、これで。はい、ね、うん、インパクトを大事、インパクトは超大事な。言った通りだろ、呼ぶじゃん魚を、ね、気づかせる。今姿は見えないけど、なんか音がする、なんか何者かが近くにいるって。その後音のする方に魚来るじゃん。こういう強い釣りってどうしてもこう、なんていうかな、こういい時じゃないと食わないとかなんとかっていうね、先入観というかあれがすごく強い、先にそういう風な考えに陥っちゃいがちなんですけど、もちろんさっきも言った通り魚自体がアグレッシブ、もうやる気十分みたいなやつとか、ちゃんとね餌食えますっていうコンディションの回復してるいい魚じゃないともちろん出ない。それはね、確かにそう。ワームの釣りではそのアグレッシブな魚であろうが、食いしぶった魚であろうが釣れないのよ。だって気づかないから。ルアーにヒットする餌を食うっていうのはあくまでもバスが餌に気づいたらの話なんで、先に気づく、次に食うでしょ。気づかないと食いようがないからね、確実に気づく、その後に餌を捕食するかどうかっていう選択肢を決める。その選択肢をバスに決めさせる前の段階で失敗しちゃってるんですよ。ちっちゃいルアー、ちっちゃいワームを使うというのは、今の魚が本当に証明してくれたでしょ。だってみんなが苦手、みんなが釣れない、苦戦するっていう白カキのタイミングで、このクリークの、この地域のクリークの中でもトップクラスのハイプレッシャーエリアでこれで釣ってんですからね。皆さんが一生懸命苦戦して、どうしようどうしよう釣れないよマジで、もう白カキ最悪だよって言ってるこのタイミングで俺こんなルアーで釣ってますからね。だけど当たり前なの、これが俺の中では常識だから、この常識っていうのをみんなもっとね頭の中にぶち込んだ方がいいと思う。トップにはトップの強み、トップでしか取れない魚、トップじゃないとダメなシチュエーションっていうのが絶対にある。言い切ります、絶対にある。でこれ濁ってるからじゃあトップなのっていうと、その激濁りだとこういうクソ強いトップがやっぱ強い。で逆に濁ってるからトップっていうのも言い切れない。逆にドクリア、めちゃくちゃクリアなフィールドは今度かえって糸がね水面につかないでしょ。例えばダッジとかさ、ブルタンクもそうですけど、こう巻いて使ったりするとほら糸が水面から出てるじゃないですか。水がきれいなフィールドって糸を見るんですよね、バスが。うまそうと思って近づいてきたけど、近づいてきてみたらなんかルアーの先でパシパシやってんなとかさ、なんか水面水切ってる、なんか怪しいもんあるなってやっぱなるから、そういうのを見てね判断するバスがね近年めちゃくちゃ多いですよ。特にハイプレッシャーなところであればあるほど、メジャーフィールドであればあるほど、そのメジャーフィールドがクリアウォーターであればあるほどやっぱ強い、その傾向は。でそういった時にトップウォーター投げると釣れるけど、ワーム投げたら釣れないっていうのはマジで多い。まあ去年僕のチャンネル登録をね前からしてくれてる人ならもう分かるよね。去年の白竜湖ね、広島遠征で行きましたけども、白竜湖水きれいです。あのタイミングでダッチで釣りましたからね、はい。もう何やっても食わないのに、うん、でそういうことなんだよね本当。ある意味見切らせない、見切れない。ワームっていうのは水中に入る、糸も水中に入る、糸なり音もする、シェイクしたりとかする以上はってなったら、やっぱり見切る要素が多い。生めかしい動きで食わせには特化してるものの、
見切る要素は多い。でさっきねちょろっとバコーンってバイトをもらう直前に言ったと思うんですけど、こういう濁りの時にはもうタイトに通してあげないとダメ。この縦五眼なら縦五眼の際、今も縦五眼の際で食ってきたでしょ。だからこういう際とか、いくらアピール力の強いルアーでもちょっとこうもうね、そのストラクチャーっていうか、こう魚いるだろうなって思うところの近くを通してあげないとやっぱダメよ。白牡蠣の入ってるタイミングっていうのはある意味チャンス。だからみんな白牡蠣に怯えすぎ。本当に白牡蠣のタイミングで絶対釣れると思って俺こんなルアー投げてるわけだから、それで釣るから。でやっぱり毎年そのいい釣りをしてるって言った通り、今日もいい釣りができたね。こんなアグレッシブなルアーでバッコーもらってね、やっぱりこうジグ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 ワームをやって、うん、よし、あー釣ったのもね、やっぱり3インチ台のワーム使ってるからなのか、あーまあ中くらいのサイズみたいなじゃなくて4号アップ、もうすごいね、あの楽しい釣りですよね。まあ楽しみは人それぞれですけど、3インチ台のワームを使って釣るのもめちゃくちゃ楽しいっていう人ももちろんいるんでしょうけど、でもまあ、そのワームの釣りでは味わえない釣りっていうのがこういう釣りには存在するからね。あの普段こうワームの釣りが好きでやってる人たちも、白牡蠣のタイミングだけでもちょっとこういう釣り、引き出しの中に、引き出しの中にというか自分の引き出しとして入れとってもらえたらなと思います。きっと武器になると思うんですけどね俺は、うん、とにかくハイアピールなもの、音、波動、ボリューム、そして色、うん、この4つ、音が大きいもの、ボリュームがあるもの、波動の強いもの、で色は黒、はい、濃いもの、スカッパーノンとかでもいいかな、うん、黒っぽいもの、透け感のある色とかっていうよりかはもう黒っぽいもの、黒に近い色、もうできればド真っ黒、今回のもほらド真っ黒でしょ、うん、こういうものを使ってあげるといい釣りができます。今度もう一個は、障害物とかストラクチャーの近くをタイトに通してあげる。なんでか、バスは濁ってる環境下で視野が効きません。人間もさ、ほら電気真っ暗にしてカーテンもパシッて締め切った中で、本当にど真っ暗な環境下だったらさ、とりあえずこうなんかこうおろおろおろってなんか探すじゃん。あの壁を触ってみたりして、あここ壁あるわって、じゃあこの壁伝いにちょっとこう行けばね、あの電気見つかるかもみたいな感覚と一緒で、後ろも前も右も左も何も見えないっていう状況よりかは、何かしらこうちょっと見えるところにやっぱピタッと寄り添っていたいから、近くにあるストラクチャーにビタッとつくんだよね。で足でも一緒、足とかそのリーズ系でもいいですけど、とにかく、まあ、縦のストラクチャーが特に強いかな。杭とか護岸とかそういったこう壁になり得るようなところに対してピタッとついてることが非常に多いんで、そういったところをタイトに強アピールのもので探っていってみてください。移動距離が速いものほどやっぱこの濁りはミスバイトが多くなる。移動距離短くゆっくり強く引っ張ってこれるものがキーワードです、うん、だからアピール力がある、ボリュームがある、音が出る、存在感がある、色が濃い、この4つをクリアしていても、もう一個ごめん言い忘れてたね、移動距離な、これが出てしまうもの、スピードが速いものは正直、ミスられる、食ってくるけどミス、もしくはかかってもバレることが多いから、巻き物だとしても巻いてもゆっくりだけど強く動くもの、もしくはさっきのねストライクしたみたいにこうやってパンパンパンって竿を合う時にチョコチョコチョコカポコカポコカポコみたいな、移動距離を短くハイアピールで来るものを使ってみてください。はい、きっと白牡蠣、いい釣果出せると思います。ぜひ真似して、参考にしていい釣りしちゃってください。